なので、まあ、大食い2人に一般のね普通の男性2人で計4名でねこの7位を当てていこうという企画でございます。はい、おりません。え、入ってますか。入ってません。え、じゃあ、ま、やばいやばいですねあ、まずいですねえ、これ今日の企画思ってるより やばかったちょっと1周目何も当たってないんで、もう1ページ目にある餃子はもう言っとくべきかなと思ってるんですよ。はいはい、まあ、実際当たりに行こうかなと思ったんですけど、うん、ちょっと種類多いんで、うん、本格焼き餃子とダブル焼き餃子を両方、はい、あ、うん、なるほど、はい、トリプル焼き餃子だよ確かにだって残りで税込み274円ですよ。いや、めちゃめちゃ安い。安い。人気は絶対高いと思うんで、一応念のため両方行きます。 OK です。はい、はい、当てに行きたい部分と食べたいものを注文したいのがちょっとせめぎ合ってるけど、中華ってみんなで楽しめるじゃないですか。そうですね、もう極端な話、一口だけ食べたら全員にあげようかなっていうのも今ね、黒酢豚を考えてるんですよ。おー、はいはいはい、が、いや通常サイズにしようかな。通常、ね、うん、やっぱファミリーレストランでみんなでシェアして食べるっていうとを考えると、通常サイズの方がランキングに入ってるんじゃないかなと思う。ああ、なるほどですね。来ましたね、餃子。来ましたね、小川さんと吉高さんの、はい、品が届きましたけど、はい、気づいたんですよ、メニュー見た時に、はい、バーミヤン名物って書いてあったの。あ、あの座右の銘みたいなやつが大体入ってますから座右の銘じゃないですか分かる、あのちょっと一言足されてるのすごく大事なんですよ、はいはい、そんなこと言いながら2個頼んでんだよな。いや、これはもうダブルヒット狙ってますから。あ、ダブルヒットです。なるほどね。一人で食べるの、はい、もう全然全然ね全然全然序盤でもせっかくなんで皆さんに食べていただきたいの。はい、で、これが吉川さん頼んだやつ、ね、そうです、黒酢豚ですね。黒酢豚、あのおかず系の中だったらこれかちょっとチンジャオロースか悩んだけど、はいはい、まあこっちかなと思って。いや、僕餃子プレーン派なんですよ。わかります。何もつけない。めちゃめちゃわかる。そうなんだ。いただきます。はいはい、どうさんが笑顔、どうですか。サクサクもちもち系。あー、間違いない。思ってたより軽いです、はい、あ、軽いんだ、うん、軽くて食べやすいイメージがすごく強いです、味もしっかりついてて、はいはい、全然醤油なしでも僕は全然いけます。多分、うん、定食で食べるんだったらダブルは欲しい。ああ、なるほど。いただきます。いただきます、はい、肉汁、やば、肉汁がすごくて、どうすか。あ、ほんと肉汁すごい、うん、いらない醤油、いらない、いらない、いらない、味がしっかりしてる。プレーンでいけますか。全然いらない、でもちろん肉汁もそうなんですけど、やっぱお野菜もしっかり火が入ってるから野菜のうまい水分も出てくるんですよ、はいはいはい、これがたまんない。そうですね、黒酢豚を、黒酢豚、吉高さんオーダーの黒酢豚ちゃんですね、はい、うまそう。いただきます。なんだろう、これ美味しい、酢がきつすぎなくて、はいはい、コクがあってうま、うま。でも決してね、素材の味もしっかり出てて、うん、あー、かぼちゃ合うんだな、ほんまに、うん、ちなみになんですけど、今2巡目ほぼ食べ終えて、で、お腹の具合ってどれぐらいですか。3ぐらい。僕は1もいってないですね。マジで5? ポテトのせいだな。そうです僕もまだ1いってないかなっていう。でも大食いで気をつけなきゃいけないのは、はい、3以降は急激に上がるっていうそう、間違いない。じゃあ僕が注文しました、はい、黒酢豚、税込み879円、うん、こちらはランキングに入ってますでしょうか。2連続、はい、おりません。うわ、マジで言ってんのマジで、はい、1個ずついいですか。はい、本格焼き餃子使って使って使って何十名今え、もうお腹いっぱいでした本格焼き餃子、はい、6個入り、はい、税込み270円、こちらランキングに入ってるでしょうか。え、ちょっと今怪しい動きしたな。入っております。おー、素晴らしい。まあまあまあ、それ入ってる。待って、反応が冷たくなかったもんさっきと違かった。ちなみに、ないないないだと思います。2、1です。おお。あ、じゃあこれこっち可能性ある。もう一個。あ、あります、ね。ダブルか。連続でいっていいですか。もちろんもちろん。はい、ダブル焼き餃子12個入り499円、うん。リーズナブルになるんですね。うん、ダブルの方がお得です。ランキング入ってますか。入っておりません。
だやっぱ冷たいんだよな。入ってない時小川さんだけ冷たいんだよな。でもやっぱり1位なんですね餃子が、うん、いやそりゃそうだよ、だってこんだけ美味しいもん、うん、餃子定食餃子セット系はローラーの可能性ありますよ。2巡目終わった段階でもう1時間超えてるんですよすでに、喋、うん、りすぎ。間違いない、ちょっとこの反省点でもこうだったら行くしかないなと、ローラーをもう行きます、行かせていただきます。これ揚げ物があと残り4種類残ってるんですよ。サバ唐揚げ甘酢醤油と唐揚げの4個で、エビ春巻きの1本と2本にポテト&唐揚げっていうふうに言われます。きつい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 、普通のデカ盛り作れますよ。本格餃子定食、はい、シューマイもですね、シューマイ定食、え、なんか両方ついてんの、両方ついてる、両方と、もう一ついいですか、武蔵野麻婆定食、はい、餃子付きです。餃子付きの方ですね、はい、なるほど。何この餃子くん。けどバーミヤンさんといったら餃子、うん、まあ確かにね、一番有名なんで、うん、そこも食べられて麻婆豆腐も食べられるっていう、うん、一石二鳥な定食だと思うんで、うん、はい、これ5種、まあ、ちょっと春巻きの方が2本と1本1皿になってるんで4皿なんですけど、これで5種ですね。これはもうシェアしかないです。シェアで巻いていきましょう。春巻き、あ、いい音しますね、うん、そ、無言で出さないでください。うわうまいですね、やっぱりどのメニュー食べても本格の料理屋さん、中華料理屋さんに負けないぐらい美味しいのに、うん、金額が多分普通でお店で食べるよりも半分近く以下じゃないですか。そうですね、確かに。どうなってるんですか企業努力。じゃあいただきます。頼もしい。頼もしい、うん、非常に頼もしい。いや、じゃあちょっとこれもう僕の方さっき頼んだのもこれ最後一つなんで、はい、これ食べてちょっと順位聞いちゃいましょう。そう、聞いちゃいましょう、パッと。そうなんでしょう、うん、でこれ唐揚げ5位とかに入ってると思うんですよね。唐揚げ4個、こちら5位でしょうか。5位じゃないです。5位じゃないということはランキングには入ってもないです。なんかごめんなさい、僕がいあのやじが聞き方も悪いよね。優しさで傷ついた。じゃあポテト&唐揚げランキングに入っておりますでしょうか。入っておりません。嘘でしょ。エビ春巻き1本はランキング入ってますか。はい、入ってない。2本は入ってないです。サバ唐揚げ甘酢醤油はランキング入ってますか。いや、もう巻き添いローラーですよ。マジかよ。ローラーめっちゃ頼んだのに全部アスじゃないですか。え、ってことは揚げ物の一品系が1個もランキングの7位以内に入ってないってこと。そうなりますね。もう2時間経ってるんですよ。じゃあもうちょっとそしたらもう僕もどんどん頼んじゃっていいですか。お、どんどん。いや、もうお願いします。もうありがとうございます。ちょっともろもろトッピング等々あると思うんですけど、まずスタンダードを食べてみないと分かんないと思うんで、はい、僕バーミヤンラーメンいきます。僕ちょっとこのメニューのキャプションで気になったのがあって、この麺の五目麺とゆずサンラータン麺だけ人気の定番ラーメンって書いてあるんですよ。だからこれを信じて俺は五目麺を頼もうかなと思います。なるほど、人気の定番って書いてあるぐらいだから。食べました。おっ、はい、6位。6位、ランキングに入ってますでしょうか。嘘でしょ。いや、もうじゃあ次、多分これ入ってると思うんですよ。はい、武蔵野麻婆定食。麻婆定食予想5位。5位、ランキングに入ってますでしょうか。入っておりません。本気で。ゆうまさんもう早い。早っ。なんすかその謎のポーズは。2、僕の食べたバーミヤンラーメンは何位でしょうか。僕は2位だと思ってます。大正解です。2位、マジで大正解。これやばいぞ。この後ヒントがあったら小川優馬に全額入っちゃうぞ。え、戦力外じゃん3人。よかったかもしれないですね、1位と2位が分かって、うん、いや、すごいな、まさかあの大食い YouTuber の方以外の方が当てるとは思わなかったです。だからあの、みんな間違わないでください。大食い YouTuber 基本ポンコツなんで。お、吉坂さんが。お、完食。五目麺。はい、美味しかった。美味しかった。これ食べた感じ五目麺何位っぽいですか。5位。5位。なん5位。いや、5位だな。5位。うん、じゃあ五目麺は5位ですか。5位ではないです。え？
ではないです。ということは、入ってランキングに入って、入っております。おお、すごいっすよ。これ何位？何位これ？4位。これ4位なんだ。え、結構麺がいくんじゃないですか、じゃあこれ。でもやっぱあのメニューに書いてあった人気の定番とかっていうキャプション間違ってないかもしれない。真ん中の2人何をしてるんだっていう。ゾクン、コメントがやばいよ。いや、これはちょっと明るい未来が見えてきたかも。やっと仕事できた。あと4位でしょ。あと4ですね。まずチャーハンの単品、これ絶対入ってると思うんだよ、うんうん、もう入ってなかったら俺もう帰る今日。これはもう帰る。チャーハン単品とチンジャオロース、あと天津飯の単品。天津飯の単品、あと分かった、はい、杏仁豆腐デザートの。もう締めようとしてるじゃないですか。多分シビカラ赤餃子。じゃあ小籠包、これ3個と6個あるけど、どうする？じゃあ2つお願いします。ホイコーロー、ホイコーロー、果肉入りレモンの大魚地。大魚地、大魚地、大魚地。はいはい。じゃあこれで僕はお願いします。はい。ただ逆に僕キャパがないんで、無駄に食べててもしょうがないと思うんで、逆にヒント使って一歩進んでみますか。じゃあ本当に1万いきますよ。いきましょう、いきましょう。あ、じゃあもういきなり1万いくわ。あ、本当ですか。いいよ。じゃあVIPヒントですね。これラスカルさんからお渡しいただいて。VIPヒント、VIPヒントです。はい。じゃあ中に書いてあります。すいません、お納めください。はい、ちゃんと。はい、確かに、はい、確かにいただきます。山田さん、これVIPヒントらしいです。これVIPヒント、いきます。今言われたら辛い。定食は入っておりません。散々頼みました。ってことで、僕はこのヒントを持って、得たことは定食を頼まないということだけなので、定食以外を頼もうと思います。僕は油淋鶏いきます。油淋鶏、ちょっと当てたんで自分に褒美として、はい、ちょっと僕ヒント買わせてください。いくらの？俺は1000円の方でいいかな。ちょっと1000円、1000円のヒント、ちょっとじゃあお支払いさせていただきます。はい、はい、あ、安いんだね。開かないんだね、1000円だと。え、ちょっと待って、このヒントでかいよ多分。漢字3文字。はい、だってさっきいっぱいあるよ。油淋鶏、小籠包、さっき五目麺、焼き餃子、五目麺、あと担々麺だよ。担々麺しかねえじゃねえか。中華丼もある。中華丼もある。担々麺はやっぱでも頼むと思うんだよね。担々麺で。担々麺、担々麺いくね。天津飯から行こうかなと思うんですけど、うん、うん、うわ、うまっす。美味しそう。絶対美味しい。うまい。しかも思ってた飯と全然違う。めっちゃうまい。普通って結構酸味が甘酸っぱい感じが多いじゃないですか、うん、はいはい、そうじゃなくて、これカニ風味なのかな、そういう甲殻類系の出汁が染み出た本当美味しい中華になって、普通の思ってる天津飯と全然味付けが違います。こうやって出汁感の強いやつだったらものすごい合う。へえ、これうまいかな。そうだな、これ絶対入ってると思う。チンジャオロースも美味しそう。あー、絶対美味しい。タケノコとピーマンのサクサクがたまんない。うん、そっか、さっき食べてましたもんね、麻婆チャーハン。パラパラ系なんだけど、ちゃんとじっとりもしてるのよ。ほぐれんだけど、このジューシーな感じ、お米の。ジューシーな、うん、パサついてないというか、パラパラと。うわ。いや、スープバー作るんだったら全部つきますよ。薬味のせて。はい、いただきます。はい、うん、噛んだ瞬間肉汁溢れます。いただきます。はい、これうまいね。美味しいです。本当にあのラー油系の辛みもあるし、はい、さっきのフォアジャオっぽい感じ、はい、ほんのりだけどしびれる感覚もあってすごくうまい。はい、ラスカさんもう終わり。うん、早っ。うますぎて箸が止まらないというか、丁寧に食べなきゃなって思うんですけど、やっぱこう行きたくなっちゃう、どうしても。あー、なるほど、ね、がっつけたくなるんですよね。すごい、すごい、本当にすごい。ほんでファミレスとかで出てくるレベルじゃないんだって、本当にこれ。あ、食べ終わった。なんだかんだ食い終わっちゃいましたもん。ランキングを今こんだけ僕ら当ててないじゃないですか、大食いでは、うん、なのにやっぱ全部食べてて美味しすぎて、こんだけ外してるのにまだ自信満々ですからね。俺絶対当たってるからみたいな。じゃあすいません、チャーハン、個人的な予想はチャーハンですが、はい、3位予想で。3位予想、はい、ランキングには入っておりますでしょうか。
お見事です。うわー、お見事、お見事3位です。天津飯、はい、これが7位予想ですが、7位、はい、ランキングに入っておりますでしょうか。残念です。おー、ランキングにも入ってない。マジか。マジ。チンジャオロース。残念です。マジです。マジか。4品頼んで1個か。じゃあ小籠包3つ入り、うん、5位で。5位は入ってますか。そこでがその反応入ってますか。大正解です。おー、やった。本当に嬉しそう。本当に嬉しそう。6個入り入ってますか。さすがにね。確かに。じゃあホイコーロー、はい、ランキングに入ってますでしょうか。入っておりません。これは大行地。大行地ランキング6位に入ってますでしょうか。入ってません。ちょぼーんってなっちゃった。ごめんなさい。油淋鶏、はい、今6位と7位が入ってます。7位で入ってますでしょうか。大正解です。おお、あと1個。すごい美味しい。あのね、ごまの風味と味噌のバランスがちょうどいい。でこう真ん中に乗ってた肉味噌もうすげえいいんだよね。美味しくて食感も入ってて、たけのこメンマかな、担々麺、まあ、6位で入っておりますでしょうか。じゃあこれ最終ラウンドでしよう。じゃちょっとすいません、うん、VIP の方1万円のヒントお願いします。 VIP の方いきますか。はい、これで1万か。詐欺みたいなもんだなこれ本当に。はい、食感がとろパリ。とろパリ、わかった。お、絶対これだ。これわかったよ。これはちみつ揚げパンじゃない。違うな。リアクションで判断しないでくださいよ。先にトロが来るんですよ。そうっす。パリトロじゃなくてトロ。それどっちでもいい。あ、わかった。いきますよ。せーの。五目焼きそば。え、今ハムった？五目焼きそば。あ、あんかけがねついてないの。じゃあとりあえず意見が揃ったんですけど、僕のターンなんで僕に注文していいですか。はい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 。ちょっと。先に頼んだ、はい、トロパリのヒントを得てからの注文が、こちらですね。これ、ね、僕のこれと小川さんのこちらね、うんうん、がトロトロ白桃と杏仁のアイス添えという商品で、でさっきのちょっとトロパリっていうヒントを得て、これあれですよね、中がトロっとしてて器がパリッとしてますもんね。食えよ器まで。ボリボリだと思う。まあシンプルに食べたかったんで頼みました。はい、いちごのやつとこっちも大行地なんですけど、これもなんか中がトロっとしててスプーンがパリッとしてたんでちょうどいいかなと思って。だからさ、大行地はさもう食ってんのよ。食ってんのよ。なんで帰りませんのぐらいの企画で2回目同じやつ頼んです。ほっとこう僕一番おすすめなんです。まあ、とりあえずこの4品ということで、はいはい、ちょっと食べちゃいましょうか。ちょっと溶けちゃうんで、はい、いや、これダメだ、やばい、やばいっすか。めっちゃうまい白桃のやつ。何これ。缶詰の応答ぐらいトロトロなんだけど、はいはい、でもそういう応答っぽく感じじゃなくてちゃんとその桃感、トロトロの極みみたいな。僕が言おうと思ったこと全部言ってくれた。うまい、うまい、揚げパンね。でもこれは、まあ、ワンチャンそのアイスと蜂蜜でトロもあるし、うん、まあ、パリッとサクサクとした食感があるから冗談じゃない、うん、ちゃんとトロパリ。トロトロトロだね。トロパリですね。あ、ザーサイのパリ、はい、ザーサイでパリが。なるほどね、なるほどね。じゃあパリはもはや何でもついてんだ。おいしそう。ね、お食事風景だな。うまい。え、なに？え、じゃあこれいらいでいいの？はい、デザートは入っておりません。はい、お願いします。お待たせいたしました、五目焼きそばでございます。ありがとうございます。もうこれがトロパイの大本命ですよ。そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。せっかくなので最後ね、ラスカさん取り分けの、はい、取り分けしてください。いただいて、はい、こんな感じでエビと、でこれゾウくんで。ありがとうございます。おー、かわいい。しっかり麺焼いてあるんですね。そう、しっかりと。やっぱもうこうやって取り分けてる段階でこの麺のパリパリ感はもう全然わかるね。ちょっとこれで、あ、ありがとうございます、
はい、取り分けが終わったということで、なんでだよ、こっちに使うなよ俺最後の最後と祈って、はい、祈って、はい、はい、はい、いただきます、いただきます。さあさあ、お味はどうなんでしょうね。やっぱもうね、本当に全部香りがいいですね、うん、美味しい、一人に召したい、いや、美味しかったよ、美味しかったね、吉高さんが羨ましいぐらい、羨ましい、お、ってことで完食、はい、まあでもね、もうこれで今日多分絶対終わってますんで、はい、もうひとまずランキングだけ聞いてみましょうか、さっと、さっと、うん、はい、はい、そしたら、ただいまいただいた五目焼きそば、はい、ランキング入っておりますでしょうか。入っております、いやー、達成だ、達成ですね、お見事、ベスト7。どうでした、お三方、今日食べてみて、まあ、この企画をやってみて。いや、楽しかったです、僕は、うん、シンプルに、うん、楽しいです、めちゃめちゃ楽しかったですよね、もっともっとやりたい、でもね、苦しいぐらい、中華って結構油使ってるイメージあるんですけど、全然もたれてない。じゃあ吉川さんどうでした俺もごまつき団子食べるだからもう満足ちなみに今日のお会計の方を確認できればと思うんですけど、お会計の方をしていただいて、はい、こちらが、はい、全てのお会計のレシートなんですね。折り返してますね、折り返してますね、そうですね、はい、長くない、こんな感じのレシートになっております。長い、そして合計が、合計が21,388円ですね。安そうなんですか、安い、相当安い、本当にノンストップで今3時間近く食べ進めてって、うん、そんだけ頼んで2万ちょっとだよ、相当安い、42品42品6品につき1品ってこんな当たらないもんだ、なかなか当たってないでも本当に今今日に関しては僕らも感染対策をしっかりして、こうやってシェアをさせていただいておりますが、まあ、ご時世的にね、なかなか厳しいですが、ご家族とか本当にね、あの身内の方とかでしっかりと感染対策もしながらこうやってシェアするご飯が僕は一番美味しいと思っておりますので、こちらもファミリーレストランさんなんで、ぜひね、まあ、こういった機会でも家族で安心してこの美味しいね料理を絶対食べに来てほしいなと思います。いや、改めて皆様ごちそうさまでした、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。で、何よりもスカイラックグループさん、本当にお時間を取っていただきありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。ということで、皆様本日もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価、そして第2弾のゾウくんの企画もお楽しみください。ということで、以上、ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。